この企画が出て、足立区っていうことだったんで、もうその時から、まあ、もう俺がやるしかないなっていう気持ちで来たんで、まあ、結果的にももちろん代表になって、まあ、予定通りっていうか実力も見せれたのかなって思ってます。やっぱブレイキングダウンが始まって、やっぱいろんな人から出ないかとかいろいろ声かかったんですけど、本当に興味なくて、その中で足立区っていう枠ができた時に、ちょっと足立区とお前ら他で、ね、やってんならいいけど、足立区はお前俺が出ないと許さねえぞと、そんな気持ちで今日来たんで、まあ、やっぱ対マンではやっぱ負けてなかったんで、まあ、ただ俺から喧嘩売んないっていうのが、まあ、あったんで、それはもう自分の仲間もみんなそれを知ってて、やっぱ自分の仲間になってくれたんで、弱い者いじめも好きじゃなくて、基本的にやっぱりその、まあ、がたいもありますけど、まあ、自分の方が強いと思ってるんで、だからこそ、まあ、弱い人を守りたいっていうか、やっぱ男ってやっぱその人を守るというところに対して、やっぱ自分はその生きてきたつもりなんで、そこはこの先も変わらず、やっぱ貫き通していきたいと思ってるんで、はい、まあ、喧嘩になれば自分らが行って喧嘩をして収めて話を収める、話を収めるとやっぱ上の人間が出てきたりとか、そこでお前足立区の大久保かって言われた時に、そうですと、自分も逃げをかけもしないんで悪いことは謝りますと、ただ自分らも引けないとか引けませんっていうのを、その逃げずにやっぱやってきたことは間違いなく、みんなが多分自分よりみんな皆さんが分かってると思うんで、足立区のなんで今日は堂々とここに立たせてもらいました、はい。やっぱ足立区って昔からやっぱそうやってなんか悪だって言われてきたんですけど、やっぱ自分が仲いい先輩とかは悪いというよりまっすぐで、そのなんかイメージをもっと変えたいなっていう、自分はやっぱいい人、みんないい人だと思ってるんで、まあ、付き合いもしてる人もいますし、その気持ちもちょっとあって今日出てきたんで、なんで悪が悪いっていうわけじゃない、その印象をちょっと今日はこの先ブレイキングダウンで証明していきたいと思ってます、はい。